腹部超音波検査とは、腹空内臓器に対して行う超音波検査である。腹部エコーとも言う。一般的には、肝臓、胆脳、膵臓、脾臓、腎臓、脈管系を対象とする。時に、骨盤内臓器も操作する。骨盤内臓器は、腹壁経由での操作が困難であることが多く、軽直腸、軽窒などの専用プローブで検査することが多い。 単色庫としては、コンベックス型、セクタ型、リニア型が多い。プローブによって扱えるプログラムが異なることが多く、一概にどれが良いとは言えないが、コンベックス型が腹部のスクリーニング診察では最もよく使われる。コンベックス型腹部超音波検査として、最も一般的なプローブである。線形のスキャン面であるため、ある程度の設置面で広角の観察が可能である。 セクタ型線形の広角のスキャン面を持ち設置面が極めて小さいのが特徴である。主に心臓超音波検査で用いるプローブである。六感操作で用いることが多い。コンベックス型と併用することで、紐のドーム構造といった視覚をかなり少なくすることができる。振動素子が少ないため画質が悪く、深部の観察には不向きである。リニア型長方形のスキャン面を持つ。 コンベックス型、セクタ型では、不向きな近距離の画質が良好であるため、朝部の観察に適している。ゲイン体内から跳ね返ってきた超音波を画像に変換する際の感度である。ゲインを上げると画像は明るくなり、下げると暗くなる。STC センシティビティタイムコントロールのことであり、深さによってゲインを調節した時に用いる。通常はレバーをすべて中央に揃える。 複数がある場合や生殖器の検査をする場合は調節が必要である。コントラスト CT のウィンドウ幅に相当する。かつてはダイナミックレンジと表示されていた。観察深度フォーカス多重反射サイドローブ単能の検査ではハーモニックイメージングを用いることで軽減することができる。レンズ効果、鏡面効果右肋個弓み下操作う六個つみの 下べりにプローブを押し当てる検査方法である。肝臓の下部や胆のを検査するときに用いる。右腎臓の観察にも適している。患者が深呼吸で息を止めた状態で、プローブの先端が等速に向くように強く傾けると、肝臓のかなり等速まで観察できる。この操作で肝臓の S7、S8 が観察できない場合は肋骨にプローブを押し当てることになるが縦操作。 横操作を肝臓に対して行う必要がある。右記録防弾操作プローブを体の長軸に平行に置いて胆のや肝臓の市場断層を得る方法である。肝臓が萎縮している場合や肥満体で肝臓が押し上げられている場合はこの方法では胆のや肝臓を十分に観察することはできない。肋骨の後方は音響陰影にて観察が不十分になるが、 肋骨に当てずに十分な観察ができるときは肋骨に当たるような縦、操作、横操作は必要ない。右ろ間操作右ろ間空にプローブの先端を置いて主に肝右葉を観察する。胆脳頸部の観察に用いられる。肝臓が萎縮している場合や肥満体で胆脳が高位置に押し上げられているときはこの方法でしか胆脳を確認することはできない。 後方の六肝空で用いると、右腎や右腹腎の観察も行うことができる。生中縦断操作進化部で肝左歯や膵臓を観察する。肝臓の後方には、下大静脈や大動脈も病出される。肝臓があばら骨に隠れないように、心球器の状態でスキャンする。膵臓の縦操作では、正中部で上腸肝膜動脈と肝臓の間に、 水臓を見つけたら、必ず、縦操作で水臓を追い、上腸管膜上脈、か大脈脈などを観察する。正中横断操作進化部にプローブを置いて、肝左は、水臓を観察する。水臓を観察する場合は、水臓の長軸に合わせて、少し半時計回りに回転させる。左六肝操作秘臓や、左陣の観察に用いる。 プローブの端が検査ベッドに接するくらい後方にプローブを置かないと最大像を病出することはできない。また砂塵は消化管ガスに遮られ全体像が得られないこともある。在横断操作水像の観察に用いることがある。左側が横断操作管外単管の観察に適している。端石の体位変化による移動も評価できる。断層画像の霊感像の超音波解剖学。 編集脈管系の区別は、カラードプラーを用いるという方法もあるが、非常に便利な形態的な違いがある。門脈の壁は厚く、上脈の壁は薄い。これは、門脈はグリソン症を通過するためと考えられている。肝臓の操作、編集肝臓の精査では縦操作、右肋間操作、右肋骨弓下操作、横操作という順に行うことが多い。 心球器でなければ肝臓はほとんどあばら骨に覆われている。そのため縦操作、横操作では常にあばら骨の影となる部分ができてしまう。そのため、先導操作を行いできるだけ視覚ができないように努める。縦操作、縦操作は、進化部では肋骨や肺に邪魔されることなく左歯のほとんどすべてを観察することができる。肝表面の評価。 左歯の大きさの評価を行うことができる。進化部では、腹部大動脈から腹空動脈、上腸肝膜動脈が分子し、SMA と肝臓の間に膵臓が見られる。また、左肝静脈の腹側に P3、背側に P2 が観察できる。右記録部から全胸部にかけては、胆脳下と下大静脈を結ぶカントリー線での断面を得ることができる。 肋骨の影響で肝臓は格子状に欠損して見える。右腰の肝炎の評価、大きさの評価が行え、右六肝操作コードの意識例では、この操作法によってのみ着物病出が可能である。肝右腰を門脈枝の走行に沿って病出が可能である。ただし肺に覆われた部分は視角となることが多い。深海部よりでは、門脈前枝を中心とした画像を得ることができる。 門脈前枝が P5、P8 に分子し右肝脈脈、下大静脈、胆脳が確認することができる。より外側で肺を見るつもりでプローブを当てると、右肝脈脈が下大静脈に合流する様を、装備で微速を見るつもりでプローブを線上に操作すると、胆脳近傍で、門脈後枝が P6、P7 に分子する様や S6 と腎臓のコントラストを確認することができる。 右肋骨弓下操作管右用を中心とした実質を暴ら骨の影響なく広範囲に観察ができる操作である。関門部を中心として左右の門脈枝や単管枝を連続的に病室ができる。原曲性病変に関しては関区域の概念に基づいて理解しやすい。ただし、嫌いで気象行動や簡易縮高ド例では消化管ガスの影響で 病室困難となる。また、肥満例や腹筋発達例でも困難となる。深化部付近では、門脈、横辺、門脈へそ上脈部の病室ができる。この部位では S1 から S4 まで左奥一気がよく理解できる。門脈横辺からへそ上脈部に入り、まず P2 が分子し、T 字型の分子部では P3 と P4 が分子する。 より外側では右肝臓脈、中肝臓脈、左肝腸脈が過大静脈に交流する様も確認ができる。さらに外側に行くと、門脈右枝が P6 と P7 に分出する様も確認できる。このあたりでは、胆脳も確認できる。深化部横操作関門部にある膵臓を確認できる。以内の空気の影響で膵臓が確認できないときは、プローブを微速に向けて、 肝臓経由で膵臓を見るように心がける。または、剤で検査すると分かりやすいくなる。水管が拡張して見えるときは、非動脈を見ている。可能性がある。肝臓の微慢性病変、変臭脂肪期も、肝硬変、う、ちにも、日本重血中症などが分かりやすい。脂肪肝細胞に脂肪が沈着すると、細胞レベルで不均一になるため音響インピーダンスが、 異なる反射面ができる。そのため、死亡肝では、エコーレベルが上昇する。肝腎コントラストが非常に有名な初見である。肝硬変肝硬変で有名な初見としては、以下のようなものがある。肝表面が凹凸不正となる。内部エコーが粗雑となる。肝油株が萎縮する。お乗用が主大する。脾臓が主大する。門脈の側腹結構炉が拡張する。胆嚢壁が飛行する。 腹水が貯留する。これらのうち4つくらい認められるのが平均的である。肝臓の極在生成病変、編集形状内部へ航コ方へ高胆脳は内空、および胆脳壁を操作する。内空には、胆石、胆泥、ポリープ、腺筋症、胆脳眼などが胆汁と比べ、高気度に病出される。食後などで胆汁が放出されて充満していないと、コントラストがなく、 病室が困難となる。胆脳壁は、飛行や不正、総構像の明瞭化などで、胆脳炎や悪性腫瘍を鑑別する。胆脳の大きさは8トル x 4トル以上を、主題。胆脳壁は、厚さ3ト、mm、ル以上を飛行と疑う。膵臓は、膵実質とともに膵管を、主として操作する。外傷を受けた、際の、強行。 腹空内出血を迅速にスクリーニングするためには、ファストと呼ばれる操作を行う。心の植気貯流量側強行森損化、脾臓周囲膀胱周囲、レジデントノート11、835から840。 2009http://www.trolma.org コロンススララッッシシュュスラッシュインデックス .php スラッシュメインスラッシュアーティクルスラッシュ214スラッシュありがとうございます。